令和5年2023年3月15日水曜日、先週猿の日、所得税確定申告の締め切りですね。医療費が10万円以上ある人は忘れずに確定申告をしておいた方がいいですよ。家族で合算できるので、家族の多い方は一度確認してみてはいかがでしょう。マイナンバーカードがあれば、病院の領収書がなくても医療保険のデータから医療費の証明書を引き出せます。カードリーダーがあれば PC で申告できるし、NFC 機能のあるスマホでも証明書の取得ができます。お姉さんは500円くらいで買ったカードリーダーで毎年申告しています。医療費以外にも控除があるかもしれないので、一度申告をしておくことをお勧めします。今日のお姉さん日よりはこんな内容でお届けします。1. ナム市長となる。2. ネハンへ。3. ランドセルリメイクの日。4. その他の記念日。5. 3月15日生まれの著名人。6. 3月15日に亡くなった著名人。7. 3月15日に起きた出来事。それでは本編に入りますね。啓蟄の末行にあたる3月15日頃から3月19日頃を72項の第9項、ナム市長となると呼びます。ナム市は青虫のこと、葉っぱを食べる緑色の虫ですね。モンシロチョウの幼虫が主となります。暖かくなって虫が見られるようになったと思ったら、もうチョウチョが飛んでいます。チョウチョを追いかけているうちに速攻にはまってしまった、なんてことのないように気をつけましょうね。お姉さんは子供の頃やらかしちゃったわ。3月15日は仏教の行事で涅槃会があります。涅槃会は釈迦が亡くなったとされる日、釈迦入滅の人も呼ばれます。と言っても釈迦が入滅した日という音ははっきりとしていません。南伝仏教ではインド暦の2番目の月媒者が月の満月の日と定められているので、日本では旧暦の2月15日とされました。新暦では旧暦の2月15日に近い3月15日となります。涅槃というのは悟りの境地を意味するニルバーナの和訳ですが、この場合は単純に亡くなったことを指します。涅槃会には各寺院で法要が行われ、釈迦入滅の様子を表した涅槃図を飾り、絵解きなどをします。釈迦入滅の際は皿掃除の下で頭を北にして西を向いた状態で寝そべったとされます。そのため仏教圏では死者を埋葬する際に頭を北にする習慣があります。日本にも伝わっているのですが、釈迦入滅の部分がうまく広まらなかったのか、北枕は死者の向きという認識が広まり、不吉なものとされています。乾物会、浄土会、涅槃会で仏教の三大崩壊とされ、それぞれ釈迦の誕生日、釈迦が悟りを開いた日、釈迦が亡くなった日とされています。涅槃会は寺院で内々に行われるためか、あまり馴染みがないかもしれませんね。4月8日には乾物会があり、アマ茶が振る舞われたりするため、こちらと混同されることが多いようです。3月15日はランドセルリメイクの日。ランドセルは小学校卒業とともに使われることがなくなりますよね。お姉さんは中学校に上がった後、ランドセルが何かに使えないかと背負ってみたことがあります。でももうサイズが合わなくてうまく背負えなかったっけ。物が丈夫なだけになんかもったいない感じがしたのよね。実際のところランドセルは6年間使えるように丈夫で質のいい革が使われています。素材としても上質なものと言えましょう。そこで小学校卒業後のランドセルを財布やキーホルダーなどの革小物に作り変えるランドセルリメイク。素材が丈夫だから一生使えるものにリメイクしたいですよね。日付は3月15日で、最後の思い出のぼろ合わせです。その他の記念日を簡単に紹介していきます。靴の日。靴の記念日は明治3年1870年3月15日、日本初の西洋靴の工場が開設されたことに由来します。幕末に西洋の靴が日本に入ってきましたが、西洋人と日本人では体のサイズが合わず、日本人の足に合う靴の製造が求められました。そこで日本製の靴の工場、伊勢活造靴場が建てられるのでした。世界消費者権利令は国際消費者機構の統一行動日1983年3月15日にケネディ大統領が一般教書で消費者には権利があると発表したことに由来します。世界中で様々なイベントが実施されますが、日本では5月が消費者月間となっているので目立った取り組みはされません。昭和45年1970年3月15日大阪万博の一般入場が開始されたので、3月15日は万国博デー。昭和25年1950年3月15日
昭和天皇が小豆島を巡行の際にオリーブの種をまいたことからオリーブの日とされています。スポーツシューズメーカーのニューバランスは卒業や就職など別れと旅立ちと出会いの多いこの時期、大切な人に走って会いに行こうというキャンペーンを展開します。その名も会いに走れ記念日。3と1と5でサイコと読ませる語呂合わせから映画サイコを称えるサイコの日、3と1と5でさあ行こう、最高の眉最高の笑顔の語呂合わせから眉の日とされています。化粧品会社のキャンペーンで1985年3月15日に正式な DNS 管理手順に沿って世界で初めてドメインが登録されたことを記念してドメインの日、初めてのドメインはアメリカシンボリックス社が申請したシンボリックスコムでした。角川のアニメ事業局が盾の勇者の成り上がり、痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思いますのテレビアニメを盛り上げるために制定した最高の盾の記念日、3と1と5で最高の語呂合わせ。地域活性クロスメディアプロジェクト温泉娘が本格的に活動を始めた2017年3月15日にちなんで温泉娘の日、毎月15日は1と5でいちごの日、毎月14日と15日はひよこの日。明治44年の第1回帝国菓子飴大品評会が15日に始まったから、あるいは五菓子の神様を祀った例大祭が15日に行われていたからという言われがあるので五菓子の日、月の中間に位置するので中間の日、中華の日。熊本県で制定されたヒボモックスを育てるためのヒボックの日。以上、3月15日の記念日でした。漏れや抜けがあったら教えてくれると嬉しいな。いや実際あるけどね、再度 M サイコの人かいまいち意味がわからなくて省いちゃったもん。3月15日生まれの著名人は画家ジャスパー・ジョーンズ、ダーツの的やアメリカ国旗、地図などを絵画として描いていた人ね。ポップカルチャーの先駆者として挙げられる人物よ。漫画家、武道家、ハリスのモノマネ番組で似顔絵を描いていた人ね。武道家としても知られていて、合気道と杖術を組み合わせた体の杖という武術を創始しているわ。イラストで解説することで伝えやすくなっているみたいだけど、などなど。3月15日に亡くなった著名人はクトゥルフ神話ラブクラフト、見ただけで気が触れる邪神とかが登場するクトゥルフ神話ラブクラフトの一連の作品を体系化したものですね。空飛ぶスパゲッティモンスター教のノリでクトゥルフ神話こそ本当の神話体系とか主張しても面白いかもですが、それは無粋な感じがするのでやりません、などなど。3月15日に起きた出来事は BC44年、カエサル暗殺、ブルータス、お前もかは劇か何かのセリフのようですね。そもそも暗殺中のセリフが後世に残るのもおかしな話です。1493年、コロンブスがスペインに帰還。1961年、三島由紀夫がプライバシー侵害で訴えられる小説宴の後で有田八郎の私生活を赤裸々に書き立てたためプライバシー侵害として訴えられました。この事件が日本初のプライバシー侵害訴訟となります。2023年、何かある。今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。ご視聴ありがとうございました。またお姉さんに付き合ってね。